大槻口述人にお願いいたします。ありがとうございます。おはようございます。ただいま、おはようございます。ただいまご紹介に預かりました、マネックス証券でアナリストをしております大槻と申します。主な仕事といたしましては、金融システム、金融金利等の分析及び、そういった、投資教育を大学でやらせていただいている次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。で、本日なんですけれども、主に3つのことをお話しさせていただければと考えております。1つ目に、世界の金融情勢、そしてその財政へのインプリケーションということであります。そして2番目に、今申し上げましたように、個人の方々との接にもいろいろな形で接しております。そういった個人の方々が、財政および景気に対してどういった見方をしているかということが2点目。そして最後に、僭越でございますが、金融市場の関係者といたしまして、日本の課題、その中で、今回の予算へのコメント等も少し触れさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。1つ目のテーマでございます。お手元の資料の3ページ目の方をご覧いただければと思います。こちらが今、私どもが最も気にしていることの一つでありまして、世界の債務残高、史上最多の日経円ということになっております。GDP に換算しますと 220% ということで、特に右側にございますように、政府セクターでの上昇が目立っています。これ、足元ですと、新興国も政府セクターで増加をしておるんですけれども、特徴的なこととしては、これ、右側は2008年のリーマンショック後を取ってます。リーマンショックを100としているために、そこからの上昇で見ていただいているものなんですが、最初に増加をするのが、こういう金利ショックの時は、政府セクターがさまざまな形で、金融機関、そして企業を支援するために、こういった形で債務が増加するということであります。今は、情勢が非常に安定しているために、こういった政府の債務の膨張ということは、一部を除いて見られませんけれども、再びこういったことがあり得るのではないかと、財務に対する、財政に対する負担ということを気にしている次第です。おめくりいただきまして、4ページ目が、金融資産の、金融市場の変化として、直近では銀行がマイナス金利の影響もありまして、余剰資金をため込んでいるということを書いています。日米合計で約600兆円ということで試算をされています。そして次のページからが、その600兆円のいわば余剰資金、余剰資金のここで申し上げている定義といたしましては、預金をどれだけ集めて、それが銀行が貸し出しに回せないでいるかということであります。これの中身として5ページ目からがアネクドートでございます。今、われわれが懸念しているのは、そういった資金の健在、偏在だということであります。ここに利罪があるならどこまでも行くということで書いてありますが、一つ目、クレジットリスクでございます。ここにある左側のグラフをご覧いただきますと、明らかなんですけれども、アメリカの国債利回りとギリシャの国債利回りを比較したものになっています。いずれも10年ものです。ご覧いただきますと、普通で考えればギリシャの方がクレジットリスク的に非常に厳しいということで、上に行けば行くほどそのリスクが市場で意識されているということなので、ここでご覧いただきますと、ギリシャの方、赤いオレンジの方が上に行く、上にあるのが自然なんですが、去年以降は、アメリカ国債よりも、下に利回りが来ております。クレジットリスク、ギリシャのリスクということが、もちろんギリシャ自体も改善はしているのですが、それにしても相当、投資家がこういったクレジットリスクに対して、以前ほど意識していないということの現れだと思います。右側、これは今度はデュレーションリスク、期間のリスクをあまり市場が意識しなくなっているということの調査としてお持ちしました。スウェーデンです。スウェーデンは住宅の価格が、1990年以降で見ますと、最も上昇したうちの国のうちの一つなんですが、ここで2年前ぐらいの法律でございますが、住宅ローンがあまりにも長いものが発生したために、105年まで
という規制を導入したということであります。長ければ長いほど、もちろんリスクが高まるのですが、そういった形で銀行がクレジットデュレーションリスクに対して甘くなっているということかと思います。もう一つだけアネクドートでございます。次のページをお開きいただきますと、今度はコーポレート企業の方でございます。利ざやがあるならどこまでもという続きでございますが、クレジットリスクについてです。左側、レバレッジドローン、これは、投資的規格でない、企業を指しに対するローンを指しますが、その中でも、コベナンツ、つまり、条件を緩くしているものの比率がじわ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 と上昇して 75% になっていると。右側は BIS、国際決済銀行が出しているデータで、ご覧の方もいらっしゃるかもしれませんが、ゾンビ企業、つまり返済をする元利金で、を利益では賄えないという企業がどんどん増えていて、史上最高になっているということであります。さて、そういったことの一つの要因がマイナス金利でございますが、右側、ごめんなさい、7ページ目をご覧いただければと思います。次のページです。今、欧州の一部では、日本ではないわけですが、いろいろな形でマイナス金利が、民間に浸透しつつあります。一つは住宅ローンです。こちらでご覧いただいている左側はデンマークの銀行。8月に初めて住宅ローンの絶対金利をマイナスにしております。つまり1億円借りると、年間で30万円とか40万円のお小遣いが来るという形になっております。それと同時に右側、これは、ドイツのマネー紙の表紙を取っています。これはマネー紙でですね、マイナス金利、これ、ドイツでは800ぐらいの中小の金融機関の、今や41の金融機関で、マイナス金利を一般の個人の預金にも導入しているということで、それに対して、これ、貯金箱が水面から水面下にこう沈みかけていますが、どうやって自分の身を守るかと、日本のようなタンス預金も話題になっているんですが、向こうはタンスがないので、マットレス預金というのが流行っております。そういった歪みも出ている中で、じゃあ、お金が実際どっちに行っているのかというのが次のページでございます。ご存知の通り、お気づきの通り、これは不動産に行っている資産価値を上昇させているというのが典型例でございます。右側の方をご覧いただきますと、アメリカの主要都市、マンション価格の中央値が一部の地域ではありますが、1億円超ということになっていまして、具体例を下に、載せてございます。特にこの右下の方へ、これもアネクドートにすぎませんが、去年の今頃、実際に売買が成立したものの価値は、US ドルで238ミリオン、円にすると260億円ぐらいでございます。1個です。等ではなくて1個。ということで、相当の資産効果を生んではいるものの、価格としては相当、上昇しているというところです。中国について触れます。中国も同じように上昇していますが、少しボラティリティが、変動が大きくなっており、かつ問題としては空き家率というのを右側に書いてございます。日本もこれは、ご存知のとおり話題になっておりますが、中国の場合は世界一かもしれないという 22%、個数にすると5000万戸ということですので、この中国の空き家に日本の世帯がほとんど住めてしまうぐらいの空き家になっております。で、次のページ、ここからが少し中国のリスク、それから足元の、皆さんご懸念と思います、新型肺炎についての少し金融面の、ことについて述べたいと思います。中国の金融システム、実はここが、この件が起こる前から、中小の金融機関については経営リスクが高まっておりました。左側にありますように、ストレステストを11月に発表しておりますが、この8以上、左側のグラフの8以上のところが、高リスクの金融機関とされています。数でいうと、パーセントでは 13% で大したことはないように見えますが、数で言いますと、587金融機関でございます。そして右側は、そういったところが取り付けにあったりですとか、大きな金融機関の一部に吸収されたりといったことが起こっておるのが、すでに新型肺炎以前の問題であります。そこへ持ってきまして、11ページ目、これが直近の
各種支援策でございます。左側が民間の金融機関の支援策、右側が公的な、主には金融政策でございます。左側をご覧いただきますと、こちらのデータは2月11日の昼までです。その後も大きくさまざまな施策が打ち出されていると思いますが、2月1日からのわずか10日間ちょっとで、こちらでご覧いただきますように、円にしますと 5.5 兆円の金融支援が行われたというふうに報道されています。向こうのテレビでも見ていますと、アプリベースでわずか2時間で実際に実行されているようなローンがあるということにも言われております。そして右側、金融政策の支援ですが、昨日も発表されましたとおり、さまざま、かなり迅速にやっているということの印象でございます。これらはご存知のとおり、金融政策、財政政策ともに余裕を持っているからこそのこと、少佐かもしれません。そして、金融情勢について最後で、かつ、最も重要なアメリカでございます。こちらのページに お示ししているのは、いかにアメリカの景気がいいかということの表れでございます。左側、ご存知の方も多いと思いますが、過去最長の景気拡大期、月数でいうと126億か月ということなんですが、よりご注目いただきたいのは右側でございます。クレジットサイクルなんですが、企業のデフォルトが多ければ多いほど上にスパイクするという形になって、一時期はこれが10年に一度と言われておりました。それがこの赤い方の線をご覧いただきますと、順調に大体10年に一度、2008、9年のリーマンショックまでは発生しておりました。で、それ以降ということで、それとちょっと重なって、05、06年から以降のものをもう一つの線で書かせていただいています。赤い線になっているかと思います。こちらご覧いただきますと、途中まではぴったり今までのサイクル通り、クレジットリスクが高まったり、沈静化したりしていたのですが、トランプ政権が発生して、その様相が大きく変わりました。ご存知のとおり、税制、それから金融政策等が効いているかと思います。ただ、13ページ目の次のページなんですが、もしここから何かあるとしたら、このショックは過去もここのグラフでご覧いただきますように、これは世界の株価なんですが、緩やかにサイクルというよりは、ショックが起こり、回復しということが何度も繰り返されているということに見えるかと思いますが、今回、次に何かあるとしたら、前回以上のショックもありうると思っています。その理由が次のページです。新興国でございます。新興国の債務はご存知のとおり、ドル依存が進んでいて、新興国自体の借り入れも右側にはございますように大きくなっております。ただ、15ページ目にいきますと、それだけでは、クライシスが、危機が起こるとは思っておりません。危機というのは、必要条件として十分にさまざまな要素が今申し上げたところから発生していると思うのですが、このページの下の方でございます。何か未体験のネガティブファクターがない限りは、多分発生しないんではないかと思っています。そしてこれが仮に起こった場合、何ができるのか、財政への影響はということを、われわれとしては考えていかなければいけないのだと思います。そして、飛ばしながら最後のところをやらせていただきます。一つ目、個人の不安感ということです。ページおめくりいただきまして、18ページ目にございます。私どもの、個人のセンチメント調査でございます。こちら、年齢別になっておりまして、ちょっと見づらいのですが、1年前よりも家計を締めているか緩めているかということを尋ねてみますと、若年層は比較的、例えばですが、9月の時点は消費税増税のときに大きく家計を緩めており、その後また戻っているという感じでございますが、問題は高齢者の方の、ここでいうと緑色になっているかと思いますが、こちらの方々は消費性向も上がりませんし、右側の預金、貯金か投資ということでも、もうコンスタントに預金、保守的でございます。こういった年齢層がこれから増加していくことを考えると、ここのセンチメント、マインドをどうやって拡大、高めていくかというのは大きな課題かと思っています。ではこういった状況になっていることはなぜかということで、理由を聞いているのが19ページ目でございます。典型的なところとして、一つ目は、これ、去年と今年なんですが、大きく、
数字が上がってしまっている、変化しているところがございます。1個目が、やはり2000万円問題といったこともあるのでしょうか。将来の年金不安というのが大きく拡大してしまっています。一方で、下から4つ目になります、消費税についてでございます。上がる前の去年の今頃は、上がるから貯金にしておくということで、少し矛盾した形かもしれませんが、そういった声が聞かれたのに対して、その思い、不安感は沈静化をしているということが注目をされると思います。つまり、長期的な不安である財政だったりとか、年金、そういったことは長くセンチメントマインドに残るのですが、比較的、短期的なところについては、マインドは変わりやすいということかなという、仮説を持っておる次第です。そして最後でございます。おめくりいただきまして、21ページ目になります。私の、主に金融市場から見た中長期的な問題意識ということで、ここに書かせていただいています。一つ目は、今申し上げましたとおりの、社会全体のリスク回避志向ということでございます。企業、個人の方は先ほど申し上げました。企業の方も、釈迦に説法ですが、どうしても内部留保にため込むということでありますが、今回、取り入れていただきました税制の改正ということで、何らかの形でイノベーションに対しての投資が促進されることを期待したい次第でございます。それからもう一つ目、今の点にも絡むと思いますが、イノベーションの相対的な遅れと書かせていただいています。日本にもそれなりにあるということは、さまざま聞いておりますが、一方で、アメリカとの格差が広がっているのではないかということを心配しています。ちょっと参考までに次のページなんですけれども、マーケット的に拝見させていただきますと、イノベーションの市場活性化、ということについて、最近出たデータでございます。特に右、ここの表題について書かせていただいてますが、過去90年間、アメリカの市場ばっかり上がって、日本の市場がパッとしないと申し、よく言われますけれども、実は内訳を見ていますと、大抵の、アメリカの銘柄は、実は大したことがございません。むしろ、上位 4% の銘柄が、90年間のダウの値上がりと配当分のほとんどを稼いでます。つまり、GAFA ですとかよく言われますが、そういった銘柄が、スター銘柄が稼いで上がってきていて、活性化につながっているというのがアメリカということになります。だとしますと、21ページ目に一瞬をもう一度お戻りいただきますと、一つには、ひょっとしたらここにも書いてございます、教育の課題ということがあるかもしれません。今回の予算でいただきました高等教育の一部無償化、こういったことは非常に効果を期待したいところでありますが、加えまして、ひょっとしたらもっと早いうちからの教育の柔軟化、それには予算ということに加えまして、何らかの制度の改革といったことも検討に値するのかなということを感じております。そして最後に、財政に対する個人のリスク認識の偏りと書かせていただいている点を述べさせていただいておしまいにしたいと思います。おめくりいただきまして、最後のページでございます。私も個人にこういったお話をさせていただくときに、非常に悩ましい、難しいと思うのが、個人の正しい認識で、を促すことでございます。もちろん先ほどご覧いただいたように、不安感といった、お気持ちは持っているのだと思いますが、一方でなかなか自分事として痛みを伴うようなことに対しては、非常にネガティブに捉えられがちであると思っております。そして、時々、何年かに一度は、いや、財政については、どんなに拡大しても、結局大丈夫なんじゃないかといったような、議論も、いろいろなメディアで報じられるところであります。ということを踏まえまして、自分事としての理解、ということ、そして、正確で、そして記憶に残りやすい数字ということを、われわれもそうですし、心がけていかなければいけないのかと思っています。それが拡散し、広まっていくポイントになるかと思っています。そして最後に、エコーチェインバー現象、つまり、同じ
人々の意見で凝り固まって増幅されると、特に SNS などの最近のメディアの特性もあり、こういった傾向を我々もよく感じるところでございます。まあ、それであれば、機会もあるということでありますが、一方で、そういったところに対しての発信ということを、さまざま健全化が必要であるということを訴えていく必要があるのではないかなということを感じております。いずれにいたしましても、これから先の日本の長い意味でのサステナブルな将来の財政ということに関しまして、これからも期待をさせていただきたいと思っております。以上、私の方からはにさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございました。次に三木